したの？まだ帰らないの？あ、上坂さんから部室に呼ばれているんでしょ？あなたたちよく一緒にいるものね。彼女最近は自由に塗装を楽しんでいるみたいだし、学園の空気も変わってきているのかもね。下校時間になったらちゃんと帰るのよ。じゃあまた明日。感じにしようかな。今までにないくらい派手にしちゃうとか。あ、でも彼はクールな感じの方が好きかな。超悩む。凝りまくって超絶技巧デコにするっていうのもありなのかな。表面処理してサフ吹きまで完璧にやったし、墨入れして立体感は出したし、あとはラインストーンでゴージャスにデコっちゃう。私の独り言聞いてたよね。マジはずいんだけど。あーもうダメ。ちょっと待ってよ。もうやばいやばいやばい。テンションマックスやばいんだけど。よし、取りも騒いで落ち着いたもんね。このガンプラは実は秘密にしてたけど言っちゃおう。実は今君のためにガンプラをデコってたの。本当は完成まで内緒にするつもりだったけど。でね、ガンプラを完成させるためにどうしても欲しいパーツがあるんだけど、一緒にミッションやってくれない？やった！めっちゃ久しぶりだね、二人でミッションするの。うまくバトれるかな。私、君の力貸してね。
ばパーツ回収のクエストをマックス上がるよね。次ならこのクエストも楽勝でしょ。パーッと片付けちゃおう。やっぱり君は最高だね。めっちゃ楽しかったし、自由にデコったガンプラでバトルするのって超気持ちいい。これって全部君のおかげだってさっきバトルしてて気づいたんだ。私親の都合で引っ越しが多かったせいで、子供の頃はあんま友達がいなくて、家でずっと携帯とか鏡とかあるものを何でもデコって遊んでるような感じでさ、その流れでガンプラをデコるようになって、次第にガンプラバトルで友達が増えていって、デコるのもバトルも超楽しいって思ってやってた。それでガンブレ学園に入学したけど、生徒会が強さこそ正義だなんて言い始めてさ、正直この学園をやめようと思ってた。私が大好きなガンプラはここにはなかったし、どんなデコでも受け入れてくれて、誰でも自由に楽しめて友達と盛り上がれる、それが私のガンプラだったから。だけど最近はまた超楽しいってなってる。そう思えるようになったのは君のおかげ。超感謝してる。本当ありがとね。デコるのもバトルも前より超好きになった。だから言葉だけじゃ足りなくて、君に私がデコったガンプラをあげたくて、その受け取ってほしいな。私多分その君が好きなんだと思うし。マジ？やったー！まだ完成してないから超スピードで作るし。てか私君との約束明日だって勘違いしてて、それでさっき夢中でデコってたってわけ。デコりながら君のことずっと考えてたんだ。マジこれヤバくない？めっちゃ純愛じゃない？こんな私だけど、これからもよろしくね。よーし、自由にデコれるガンブレ学園のためにみんなで力を合わせて生徒会を倒しちゃおう。